近年注目を集めるワーケーション。その中でも特に業務効率と個人のスキルアップの面から人気を集めているのがグリーンワーケーションです。森林が豊かな中でこう作業を進めていくと、なかなか集中して作業に進めることができまして、とても良い体験になりました。自然を感じながら外で働くのはもちろん、コテージなどの室内で落ち着いて働くことももちろん可能です。常に気分がリフレッシュされるっていうのは何より大きい部分があるので、とても仕事をはかどると思います。いつもとは違う環境で仕事ができて、リフレッシュにもなりましたし、すごく自然の中で気持ちよく作業することができました。森林との関わり方は人それぞれ。森林浴を楽しむ方法もあれば、自分のお箸を作る体験などもできます。森林の中で過ごし、森林に触れることで自然環境のことを考えることも増えるようです。森の中で長い間落ち着いて過ごすことがないので、すごく自然について考える勉強にもなりました。では医学的見地から見たグリーンワーケーションのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。札幌国際大学教授大塚義則先生は、北海道の森には心地よく働ける医学的根拠があるとおっしゃいます。北海道の人工林の中で多くを占めるトドマツ。そんなトドマツの香りを調査したところ、ストレスを緩和し気分を改善することが分かったそうです。そんなトドマツが多く分布する北海道の森林でのワーケーションは、心身の状態を改善して活力を養えることでしょう。グリーンワーケーションを受け入れている施設では、森林浴の他にも森林内で行うキャンプやヨガ、サウナ、植樹体験や各種木工体験を通した木育活動など、ワーケーションを行う方だけではなく、一緒に訪れた家族も楽しめるアクティビティが種類豊富に用意されています。温泉が併設された施設も数多くあり、温泉に浸かって日頃の疲れを癒すとともに、仕事に集中する時間と遊ぶ時間をしっかり分け、一日の終わりに森の見える温泉に浸かるというように、生活リズムを整えることが可能となります。では事業者から見たグリーンワーケーションの魅力とはどのようなものがあるのでしょうか。森林という環境の中で、社員がこうおそらく自分で感じていくとか、こちら側が何かということではきっとないなという、通信環境をちゃんとしているというのが前提だけど、何の障害もなかったし、きっと何の障害もないだろうし、むしろこう積極的になんか森林ワーケーションみたいなことをしていきたいなと思って、こう森林ですとか自然ですとか、そういったところに、自分の身を置くことによって、その新しい発想ですとか気づきですとか、そういったものが見つけられるっていうのは一つのメリットなんじゃないかなと感じています。森林の中で仕事する気持ちよさや、開放感を感じて、ゆっくりとリラックスした環境の中で過ごしていただければなと思っております。森林の良さを広く知っていただけることは、未来の森林を守ることにつながるとも思っています。新しい働き方であるワーケーションが、これまで森林への関心があまりなかった方との新しいつながりを生んでくれるのではないかと期待しております。 Wi-Fi の設備など、ワーケーションの受け入れ環境の整備を今行っているところです。都市部の企業、あるいはその個人事業主を誘致して、関係人口、交流人口との増加、ひいては地域の観光や地元産業の波及効果を生み出すなど、地域の活性化に期待をしているところでございます。ワーケーションに参加した人がその地域を散策した時には、きっとその地域の魅力を感じることでしょう。その地域でしか味わえない地元グルメを堪能したり、特産品を購入したり、地元の方と交流したり、
グリーンワーケーションは地域活性化にも役立ちます。北海道にはワーケーションに最適な風光明媚な場所がたくさんあります。春、夏、秋、冬、四季を通して北海道の景色が最適なワーケーションをアシストしてくれます。グリーンワーケーションには普通のワーケーションとは違うメリットがいろいろあります。選ぶ理由が山ほどある。それがグリーンワーケーションです。さあ始めよう。北海道でグリーンワーケーション。